日本近畿地方大阪府八尾市、高安近鉄市議線、服部川駅付近西側にて撮影。背景は高安山で、麓の緩い傾斜部に服部川、群川集落が広がる。山頂付近に気象レーダーが見える。国道175大阪外環状線高安は、大阪府八尾市内の地域名。八尾市の東部、玉串川沿いの旧大和川堤防跡の東から、 生駒山地、奈良県境にかけての広範囲にわたる。一つの町名でなく、いくつもの町、字が、地域に含まれる。現在の八尾市の行政区では高安地区、南高安地区に分かれている。古くは、河地国高安郡さらには、中郷地郡高安村及び南高安町と呼ばれた地域に該当する。現在では、旧高安郡外の地域でも、 近鉄高安駅西側周辺は俗に高安と呼ばれている。逆に旧高安郡地域内でも現在は高安とは呼ばれない地区がある。ホームページでは旧高安郡の地域について説明し、合わせて旧高安郡地域に存在した自治体及び南隣の大県群から編入された神宮寺地区についても記載する。大阪府高安郡の位置かつて高安地区の西側には、 河地湖と呼ばれる大きな湖があった。次第に湖には土砂が堆積して陸地となるものの低湿地であり、かつ河川の氾濫が頻繁に起きたため長らく居住には向かなかった。そのため一部を除き、伊駒山地の麓の少し高い位置に複数の集落が形成された。古墳時代には在京豪族によって大小様々な墳墓が作られ、 新大寺山古墳のような大きなものの見受けられるが、多くは、千塚地区周辺に小さなものが多数存在し、現在では、高安古墳群と呼ばれている。この頃には、おののの集落を結ぶように道ができ、後に、有原の成平伝説と結びつき、成平道と呼ばれるようになる。飛鳥時代頃は、この辺りは、物のべしの勢力範囲で、 県政を争った蘇我氏とこの辺りで戦を行った。その時、蘇我氏方についた聖徳太子は戦勝祈願のため、旗川勝に京皇寺を混流させたと言われている。式内社編集、演技式新名帳に記される軍内の式内社中世になると仏教信仰の広まりに伴い、高野山への参拝堂として、京都と高野山を最短で結ぶ。 東高や街道が作られ、高安地区内を南北に貫いている。集落像や近くを通るのではなく、低地と山地の間にほぼまっすぐにつけられた。戦国時代から江戸時代の初期にかけて、高安はしばしば戦場と化した。特に、京行時の戦いでは大規模な戦闘になった。 11、北高安村12、中高安村13、南高安村大阪夏の陣の後は支配者が頻繁に入れ替わるが、最終的には高安軍の大部分が淀藩の所領となり、明治維新を迎えている。幕末の時点では、本地域は大ね川地国高安軍に属した、急行級領取調べ帳に記載されている。明治初年時点での支配は以下の通り、 は、村内に、自社両が、まは、自社所地が存在。高安地域は、八尾市の東側の大半を占める。その中央付近を南北に、国道1 7 5号線が貫いている。その西側は、おおむね平坦であり、田畑と住宅地が混在している。東側は、急峻な山地で、高安山が地区内の最高峰である。国道1 7 5号線の西側を恩地側が、 南から北へ流れており、地域内の生駒マ山地からいくつかの消火栓が合流している。かつて旧川地国高安郡には、万願寺、学恩寺、大竹、水越、神奈地、千塚、服鳥川、八幡、大久保、群川、黒谷、京光寺、柿内、恩地の14家村が存在し、現在でも万願寺を除いて、旧村名が待ち、麻名として用いられている。 部分的に新しい町名表記に変わっている。旧村落は農業用水、生活用水確保の観点から、生駒マ山地から音ン川に注ぐ、消火船沿いの谷間に形成され、村の境界はおおむね尾根に沿い、ほとんどの村が東西に細長くなっている。大阪外環状線より、東側、生駒マ山地の麓は、住宅地としては発展途上で、田畑や造園業者が多い。 国道175号9道よりさらに山寄りに、かつての集落が点在し、現在はその周辺にも、住宅地が広がっている。八尾市南東端の神宮寺地区は、旧大県軍に属していたため、通常は高安には含まれない。鉄道バス主な道路詳細は、温知川を、山昌高安松の馬賀市立歴史民族資料館、市役所高安出張所。 高安コミュニティセンター現在の住所表記では、成功安町、学恩寺、大技学恩寺、大竹、大技大竹、神立ち、大技神立ち、水越大技水越千塚、大技千塚の各地域に該当する。国道175線沿いより、西側の西高安町は、元は、学恩寺、大竹、水越の一部だった。かつては、集落が存在せず、 現在も国道沿いが焦点になっている以外は大半が田畑と工場地である。大阪外環状線新設による地域の分断と新住所表記施行に伴い新設された地名である。なお、ここの西にある上尾町は旧河内郡美濃放送だった地域である。聖光安町学園寺、大竹水越、神立千塚高安山気象レーダー、観測所現在の住所表記では、 大久保、大技、大久保、服部川、大和、服部川、八幡、大和、八幡、群川、大和、群川、東山本町、東町、東山本新町、高安町北の各地域に該当する、旧万願寺村のみ、その名が、現在の地名に引き継がれず、現在の東山本町、東山本新町の一部となっている。 高安地域としてはここのみ古くから、立石街道沿いの定地に集落ができていた。この辺りは、近鉄河内山本駅に近く、駅周辺を含めた、いわゆる山本地域に包括される。東町はかつては、大和大久保の一部であった。その南側、東山本新町、高安町北地区は、今では、住宅地に変貌しているものの、かつては、集落が存在せず、満願寺。 服部川、郡川、の一部であった。東山本町詳細は、東山本町を、参照東町詳細は、東町を参照東山本新町詳細は、東山本新町を、参照高安町北服部川、八幡大久保郡川南高安コミュニティセンター現在の、住所表記では、京高寺、大和、京高寺、黒谷、大和、黒谷、柿内、大和、 柿内、温地北町、温地中町、恩地南町、大和、温地、高安町北、高安町南の各地域に該当する。高安町北、高安町南地区は今では住宅地に変貌しているものの、かつては集落が存在せず、京工寺、黒谷、柿内の一部であった。ここの西にある近鉄高安駅は山本高安町一丁目にあり、 厳密には高安地域に含まれないが、周囲の地域、山本町南、山本高安町、中田、行部、菓村あたりは、一般的に高安の一地域と認識されている。御地地区は、講義の高安地域とは区別されることが多い。近鉄御地駅から御地神社にかけての旧街道沿い周辺は、住宅地になっているが、その南北は、田畑が残っている。 高安町北、高安町南黒谷京京寺、柿内温地北町、温地中町、温地南町、温地神宮寺、編集来号寺墓地にある、無数の無縁墓、奥に、西高山神宮寺が見える、南高安村発足時に大県軍から編入された、地域、旧神宮寺村、古来より、温地村との結びつきが強かったとされる、高安では、 玉の親神社の宇治古地区十一家村で、毎年7月中旬に、夏祭りが行われる。各村単位で、布団太鼓を担いで、村中を練り歩き、神社に奉納される。北高安地区は、松の馬場に集まり、中高安地区は中高安小学校に集まり、合同で、祭りが行われ、地域の風物詩となっている。布団太鼓以外に、団りを所有している村もある。高安地区には、 古くから様々な伝説や言い伝えが残っている。平安時代の歌人、有原の成平が大和国から高安郡、神立村へ八百屋も通い詰めたという、成平の高安がよいとして伝えられている。伝説の概要、有原の成平が大和国から十三峠を越えて、玉の親神社に参拝した折、神立茶屋辻にあった福屋という茶店の娘、梅野を見染め。 しばしば通うようになった。ある日、いくら笛を吹いて呼んでも娘が家から出てこないため、不思議に思い、東の窓から中を伺う,うと、手図からご飯を器に持って食べている、娘の姿が見えた。成平はその姿を見て、すっかり今ざめし、持っていた笛を置いて逃げるように帰っていった。娘は、悲しみのあまり近くの池に身を投げて死んでしまったという。この言い伝えにより、 神田地地区では、母屋の東側に窓を作ると縁談が来なくなると言われていた。また、成平が残していったとされる笛が玉の親神社に伝わっている。また、有原の成平が通ったとされる、現在の天理市から八尾市に至る道筋を、成平道とも言う。なお、成平道は、複数のルートが伝えられている。この伝説に関しては、伊勢物語、山和物語、 河内名所図へ、河内観名書記、さらに、五津という題名の脳の演目などで伝えられるものの、表現や解釈がかなり異なり、高安は、イカルガ町の高安ではないかという説も存在する。年寄丸は、高安郡八幡村に住んでいたとされる、伝説上の人物である。伝説の概要を年寄丸は四天王寺の精霊界で、地語部学を演じることとなった。 この文学を見た隣村の影山長者の娘は、年のり丸に一目惚れし、二人は恋に落ち将来を誓う仲となった。しかし年のり丸は我が子を新吉長者の後継ぎにしたいと願うまま母から呪いをかけられ、失明させられてしまった上病気になり家から追い出されてしまった。年のり丸は、なんとか四天王寺に行き着きつく者の,の物乞いする状態にまでなり果てた。この話を聞いた。 影山長者の娘は、年寄り丸を探し出して再会した。二人が観音に病気治癒の祈願したところ、年寄り丸の病気は治り、その後二人は、夫婦となって影山長者の家で幸福な人生を送ったという。それに引き換え、ヤバの新吉長者の家は、新吉の死後、カウンが急に衰退し、最後には影山長者の施しを受けなければならなくなったという。上記は、 説教説、新徳丸の概要である。洋曲、弱帽子、人形浄瑠璃、歌舞伎の雪舟合法辻等でも、年寄丸が主人公であるが、少しずつストーリーが異なっている。年寄丸が高安から四天王寺へ通ったとされる道筋は、年寄道と呼ばれ、沿道の広範囲にわたり、年寄と関される、施設、旧跡などが点在する。八幡地区に、 年市ノ丸鏡塚と呼ばれている塚がある。本来は、高安古墳群に含まれる、横穴式石室古墳であるが、いつしか、年市ノリ丸の伝説と結びつき、石室入り口前には、歌舞伎俳優、実川炎塚が寄進した昇降台がある。ありがとうございます。